こんにちは、こんばんは、おはよう、レイです。今回は農業女子の春さんとの自治体の婚活アプリを通してお見合いをしてきました。で、春さんの方もね、いろいろなんかちょっと会うまでは怪しい感じをしたんですよ。なんかいろんな他のね、男とのお見合いをバンバン入れてるから予定がいっぱいで、もうね、暇じゃな、ね、暇なんだけど暇じゃないような感じになってるのかなと思ったんですが、またね、ちょっと会ってみて非常に印象も変わりまして、今時ちょっと珍しいね、農耕女子というか農作業女子というか、本当に土にまみれて生活をしているという形の人でしたね。話を聞いたところ、農業を本当は一本でやりたかったと。で、まあ多分地主みたいなところで分家みたいな、いろんなね、苗字があって、同じ苗字の人がね、田舎地区だって一緒に近辺で住んでるわけですよ。それの分家らしくて、そのおじさんおばあさんの土地を引き継いで農業をやって、でも農業だけでは食べれないので農作業は一人でやってるみたいです。お父さんお母さんも高齢なので農業はやってないと。お姉さんの方も農業はやんないけど、まあ経理面みたいなのはサポートでやっているということで、まあその彼女自身がトラクターを運転したり軽トラックを運転して野菜とかを配達に行ったりしてるようですね。で、その売り上げだけでは足らないので介護の方のパートっていうのを、仕事をね、持ってダブルワークみたいな形でやってるようです。だから年収はなんか非常にもう低いのでっていうことで、働き悪くて申し訳ありませんみたいなことも言って、結構謙虚さも兼ね備えていて、まあアプリの写真は結構派手めに写ってるんですけども、会った第一印象は本当に素朴な女性でした。で、まあ嘘とかそういうのやっぱりねつけないような、まあ、土いじりやってて、そういう器用さっていう変なね、その人間関係をうまく、八方美人みたいな器用さはないみたいで、結構ド直球にいろいろと言ってくる人でした。で、その辺がやっぱり男の人のプライドを傷つけたり、なんかそのまあ男ってつまんないね、プライドを持ってる生き物ですから、そういうのを指摘しちゃうんで相手がなんか引いてってしまうと。だからなんか婚活がうまくいかないっていうようなことは言ってましたね。だからそれは別に素直な意見で、相手の後はどう受け取るかっていうのはもうね、この人それぞれなのでいいんじゃないですかと。別に自分の方はね、本当のことを言ってくれるのはねありがたいので、そういった正直な方の方が、まあ、好感は持てますよね。で、やはり将来、その無農薬で今、野菜を作ってるようなので、その無農薬の野菜を、惣菜屋さんとかやったり、その地域がね、過疎化、今田舎なんで、過疎化と高齢化してますんで、その年寄りだけの地域で、コミュニティカフェみたいなね、のをやったり、農作物を持ち寄ったり、なんかこう小豆とか大豆を作って、それをなんかこうね、まあ袋詰めしたりっていうのを年寄りたちにちょっとねさせたりしながら、まあ、小さなコミュニティを作って、そこでの生計を立てていくというのを未来にやりたいと。将来ですね、旦那さんは旦那さんになる人は旦那さんで仕事はしてと構わないと。なんかわざわざ農業を手伝うっていうことはしませんと。私は私でこれをやりますと。で、もう一人で本当は農業から何から販売からっていうのをやろうとしてたらしいんですよ。だからリアルがもうね、リア充っていうね、充実してるので暇がないという。だから本当に剣道もやったり、絵画展も行ったり、息抜き、自分のね映画鑑賞もしたり、もちろん農作業でやってるんで土日祝関係なしでやってるわけです。で、パートの仕事もやっているということなんで、本当にね、暇がなくて、でも暇を作らないとその結婚ということはできないので、やはり最後のもう諦めてたんですが、もう38という年齢になったので最後の婚活をね、してみたいということで参加したらしいんですよ。
それで、まあ、自分の方とお見合いになってたから10歳離れてましたから、だからその辺も言ったんですよ。あの今ってその婚活では年齢10歳とかだともう離れすぎちゃってうまくいかないと、だから会うまでにもねいかなかったりっていう話を人から聞くんですよみたいな、自分の体験談じゃないよそんなことは言わないんで、だからそういうことを言ったら、いや私の周りはもう既婚者も多くて実際結婚してる方は10歳以上離れてる方がほとんどだと、友達がねみんな、あの、まあ、低くても5歳離れてるとか、もう10歳離れてるのは当たり前なので私はそういうことで気にしませんということは言っておりました。だからそれで本屋の方が会ってくれたということで、稀な本当稀なねパターンケースになりますんで、あ、だからこういう方もいるんだというところもあって、で自分はそのねいろいろデザイン、インテリアのデザインとかもやデザイナーもやってましたんで、だから設計とかもね精通するものはありますよと。だからその時にあの例えば自分の店を作りたい、コミュニティカフェを作りたいっていうんであれば、自分はあの建築の方詳しいので、なんか業者とか知り合いいますかって言うんですけど、まあもう業者の知り合いはいないですけども、一応その業者に頼んだ時に手抜き工事をやってるとか金額が妥当だとか、その辺は全部自分は見抜けますよっていうことは、アピールしておきました。あとはネットね、この YouTube もやってますんで、ネットで販売をするとかそういうね、ネット関係の、ね、あの YouTube やってるとは言わないんですけども、そういうネット関係の方はちょっと詳しいですみたいなことは言っといたんで、そしたらそれはなんかね、あの自分が苦手なので助かりますということは言ってましたね。でまあまあそういうところでは話があって、まあ会うまではねなんかうさんくせえななんて思ったんですけど、実際会ってみたら素朴な方 でもし次があるんであれば、まあ、なかなかね休みがない人ですから、まあ、行った時に言ってくださいと、基本は自分は土日祝休みですということを投げかけておきました。そのまでの、LINE 交換とかメールアドレス交換というのはルール違反になりますので、そこでは連絡先は やりませんでした。後でこの婚活アプリの中で回答をして、そのアプリに登録したアドレスとかがありますので、それを OK 同士になると連絡を取り合えるというシステムになってます。でそれを違反すると、あの1ヶ月間の活動休止っていうペナルティが発生しますので、だからそこはお互いにちゃんとルールは読んでたみたいで、お互いにじゃあまたっていうことで綺麗に別れてっていう形になりました、ね、もうね日曜の夜だったんですけども、なんかパートをしてきた仕事の後みたいな形でしたね、介護の仕事の。なんか忙しくやってるんだなっていうところで、まあ正直その何ですかね、将来はその無農薬野菜を販売っていう形、あとお惣菜屋をやりたいとかですね、コミュニティカフェを作りたいっていう、その地域に貢献していくっていうことも見据えているので、あとは自分も自給自足のちょっと生活を最終的にやってみたいと言ってましたんで、だからまあね、自分はあの古民家カフェとかねちょっと やりたいっていう思いもあるんですみたいなことは言ってたんですけども、だからそういうのもなんかね、みんな仲間をちょっと募ってやっていきたいみたいなことを言ってました。だから将来のその先のね夢物語なのかもしれないけれども、そういった面白い計画っていうのがあるようなので、ああだからこういう方もいるんだなと、悪くねえなというところがありましたね。だからまあね、何か、協力するできることもあるだろうし、でお互いのなんかやっぱりマイナスな部分はお互いにカバーをしながら生活できたらいいですねみたいなことを言ってたんで、ああこうちゃんと考えてるんだなっていう、正直美魔女のユウさんよりもその将来っていうものに将来設計ですよね、それはしっかり考えてると。ユウさんの方はまあもうね、とりあえず今の仕事を続けましょうみたいな、ね、ところがあるんで、できるうちはやりますみたいな。でただいろいろね、その受付嬢しかやったことがないので潰しが効かないというところで、いろいろとねちょっとね将来マイナス面は多いのかなというところで、ハルさんの方は圧倒的にその将来のタフさはあります、タフネスさはあります。でいろいろスポーツ観戦もするしって、もう趣味がねいっぱいありますんで、本当に実際にやってるみたいですね。趣味が多すぎて、あと没頭しちゃうんで、もうねあと熱くなると、気持ちが熱くなるということなんで、かなりのファイティングスピリットを持った女性でした。濃厚女子ということで、まあ、今後はね濃厚女子の春さんともしねつながれば、また経過報告っていうこともしていきたいなと思ってます。いろいろなんか動画ネタにことかからねこと書かない
状況になってますんで、まあまあまたねこの先どうなっていくのか、いろいろと報告していきたいと思います。まあ、それではね、今日はこの辺でまた、報告していきますので、皆さんよろしくお願いいたします。それでは皆さんごきげんよう。じゃあね。